聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーションはい皆さんおはようございます、えー、60分でわかる旧約聖書今日は第16回目今日取り上げる書はネヘミヤ記ですネヘミヤ記 ちょっと別の話をしますと私たちは人生の中でいろんなリーダーに出会います、まあ、学校の先生会社の上司あるいは教会の牧師いろんな方に出会うわけですね皆さんもご自分の人生をちょっと振り返って いただきたいんですがあの方と出会ったので自分の人生は本当に変わったなという方がきっと皆さんの中にもいらっしゃると思うんですねまあ大きなことを言うと世界の政治経済も誰がリーダーシップを取るかによって大きく変わりますね、えー、リーダーの役割というのはいつの時代も すすごく大事ですねでそういう私たち一人一人が何らかの形でリーダーでもあるわけですね。家庭におけるリーダーあるいは小さなグループにおけるリーダー職場におけるリーダーだから自分自身もリーダーシップということを常に意識して生きていかなきゃいけないわけですね。小学校中学校の頃どういう先生に出会ったかっていうのは その子供にとってほとんど致命的な影響を与えますねいい先生に出会う人は本当に幸いだと思いますね私は何人も良い先生に恵まれました特に一人挙げるとするならば中学生の時に三年間英語を教わった先生そして二年三年で担任にもなってくださった先生がおりますがこの先生には 本当に感謝の言葉もありません2年生になったときに僕らのクラスは育野中学という学校の2年13組だったんです当時は14組まであったんですねで一クラスが58人とか60人とか時代ですね 僕の次の時代は18組までありましたそういう時代だったんですねでその先生は、まあ、教室の中に標語の,のようなものをねこう作ってパネルを何枚か貼ってあるんですね今考えてみると英語を教えるのが上手な先生だっただけじゃないもちろん僕は中一の時に英語が好きになったのは その先生の教え方や、その先生の人格が好きになったので、英語が好きになったっていうことがあったわけですね。ただ、英語の教え方が上手だっただけじゃなくて、まあ、クラスを運営していく方法が本当に上手だったと思います。これ、今になってわかるんですね。これはクラスマネジメントですよね。で担任の教師っていうのは、そういう、 責任を与えられてるんですねでどこが上手だったかっていうと、まあ、励ますのがあんなに上手な先生は、まあ、いないと思うねつまりその気にさせちゃうんですで当時はねクラスごとの平均点というのが出ていたんで今は知りませんけどで僕らのクラスはいっつも一番なんです14組の中でで先生がそれを褒めるんですねどうやって褒めるかと。 こんなな優秀なクラス持ったのは先生は初めてだってそう言われるとえー、そうかなと思うよねそれから次はここを狙おうまあ不可能じゃないでもちょっと努力しないと到達しないというようなあたりを言うわけですねそしてこう言うんですね「君たちだったらできる」「そうかな」 で,できてい,くわけです、ね、いや本当にねクラスマネジメントが上手だったなということを思い返すんですね。で実は冒頭にそういうお話をしたのは今日の「ネヘミヤ記っていうのは一言で言うと本来リーダーというのはいかにあるべきかリーダーシップのテキストにしてもいいような内容なんです。 ですから結論のところでは今日は特にネヘミアが発揮したリーダーシップの特徴5つ挙げてねいくつもあるんだよでも特に5つ挙げてお話をしたいと思っていますそれまでは大変細かい話が続くんですですから今日はあまり細かいところは要約して話をして最後は ネヘミアのリーダーシップというところが着地点なんだ。それを通してもう一度一人一人が自分が置かれている場所でリーダーとしてどのように動いているかということを顧みてみましょうというこれが今日の流れですね。さあではイントロダクションです。まず最初が署名と著者です。ネヘミヤキってありますから 著者はネヘミヤ。ネヘミヤの名が付けられた書ですネヘミヤ記の前前回は絵面記を取り上げました絵面記のテーマは神殿建設とそれから霊的生活でした神殿建設と霊的生活に焦点を合わせた書が絵面記でしたネヘミヤ記は今度は それとは違って城壁の建設と日常生活に焦点を合わせていますつまりエズラは信仰的な話霊的な話なんですネヘミヤは物質的な話そして日常生活の話なんです両方とも大事ですね聖書的人間観っていうのは霊肉が 合致したものでななければなりませんそういう意味で私たちはエズラ記とネヘミヤ記を共に読んでそれを合体したところで受け止めていくということがとっても大事なことになるわけです。ネヘミっという人がどういう人なのかネヘミヤに関する情報はネヘミヤ記だけです。他に 情報があまりないんですねでネーミヤ家の内容から見ると彼はおそらくペルシャで生まれたんであろうということが想像されますつまりバビロン補習でバビロンに移住した人の子孫だということです補修の地で誕生したんですで彼はペルシャ王の アルタシャスタ一世これ紀紀元前5世紀の人ですアルタタシャスタ一世の献釈官でした献釈官というのは葡萄酒を継ぐ役割ですねこれは単に給仕をしているんじゃなくて王の相談役ですということはこれは宮廷で使える交換だったということですねまあ 今で言うとんだろうね内閣官房長官みたいなねあのそういった雰囲気のオフィシャル高官だったわけですね。これペルシャ帝国っていうのは専制君主国ですからねそういうところで検借官の位置につけられるっていうことはネヘミヤという人が波の人ではないっていうことはわかりますね。まず 知識ですそれから知恵ですそれから判断力ですそして人格的な信頼性です特にその中でも聞いたことを絶対に人に漏らさないという王からの信頼性がなければこのポジションに つくことはできません人から聞いた秘密を漏らさないってこれは私たちにとっても重要なポイントですねさあ話を進める前にこの時代の特に覚えておきたい3人のリーダーの名前今挙げてみますねまずねゼルバベルっていう人これ覚えておいてくださいゼルバベル。彼はどういううい人かっていうと 紀元前538年バビロンから最初のグループを導いて帰還した人ですこれがゼルバベルで彼は多くの妨害の中で神殿再建を果たした人です紀元前538年に帰ってきて神殿が紀元前515年にできましたこれがゼルバベルですね はい次がエズラでエズラはそれから約80年後に帰還しましたゼルバベルとエズラの間には80年という期間があるんですねエズラがが導いたのの第二のグループですエズラに導かれて第二のグループが帰還してエズラは民に立法を教え霊的覚醒をもたらしたんです これがエズラです。三番目がネヘミアです。ネヘミアはさらに14年後にエルサラブに帰還しました。これが紀元前444年です。そして彼がしたことは城壁の再建、それから民の生活と経済生活を、民の社会生活と経済生活を確立しました。ゼルバベルから 80年遅れてエズラ。エズラから14年遅れてネヘミア。ここで補修から帰還した民の生活が確立したわけですねで。今日はこの3人のリーダーたちの中で最後のネヘミアを取り上げようとしています。では今日のメッセージのアウトラインをご覧ください。ネヘミア記のアウトラインです。前半と後半に分かれます。 前半1章から6章城壁の再建ですそれから後半7章から13章民の生活の再建です城壁を建てそれから民の生活を再建していく城壁の再建3つに分けました1番目が準備期間1章から2章2番目が民の参加民に分かち合って参加される3章 それから3番目、主術の妨害、4章から6章。この3番目の主術の妨害のところは非常にドラマチックだけれど、この話をしていると細かい袋工事に入っちゃうので、ですからこれはどういう妨害があったかということをリストアップするだけにとどめますね。準備があり、民の参加があり、妨害に勝利していく。その結果、城壁ができるんだ。これが前半の話です。後半。 民の生活の再建。で、出来上がった、城壁で出来上がったエルサレムの街はまだ十分人口が満ちてないわけですね。そこにユダヤ人たちを住ませようとしたわけです。それで民の登録ですね。誰がどこに住むかということを確認したわけです。それから集まった民が立法に植え替えてます。立法の朗読。3番目、罪の告白と 契約の締結これが9章から13章こういうふうに後半も3つに分けて説明します結論はネヘミアのリーダーシップですでこのアウトラインは今日のメッセージの間ずっと出しておきますから今何番目にいるっていうことを確認しながらメッセージを聞いていただきたいと思いますさあ長いイントロダクションでしたけどこれで方向性が確認できました先に進んでいいですか じいくよ。Are you ready?Yes, we are! はい、ありがとう。行きましょう。城壁の再建の一番目、準備ですね。これが1章、2章です。話はどこからスタートするか。それは、ネヘミヤが帰還した 民の状況が非常に気に気なってるんです。自分はペルシャにいるんだけどそして剣借官として何不自由ない生活をしてるんだけど帰還した民の生活ぶりおよびエルサレムの状況がとっても気になるわけですね。その時にユダからある人たちが、 やってくるわけですけれども、花にという人物がいて、その人からエルサレムの惨状を知らされるわけですね。エルサレムは全くまだ手つかずだよ。僕らが熊本や大分、被災地の話を聞いて、被災地の復興は進んでるかな。熊本城が崩壊してる。まあ 戦争で戦でね守りを固めるためにはいいんだけれども大震災に対する備えが構造的にできてないわけだよねだからあんなにもう無残に崩れ去ってしまうってう映像を見てるだけで心は痛いですけどもでも遠くにいるから心配はするんだけどなんかこう何もできない。 イライラ感っていうのはありますよね。同じだよ。ネヘミヤは、ユダから帰ってきたハナニから、エルサレムの状況を聞いたんだよね。城壁が崩されている。その門は火で焼け払われたままである。さらに帰還した民の生活は困難を極め、 周りの人たちの素知りを受けているあれが神の民かと笑われちゃってるそして古代の世界ですから城壁がなければ外敵の攻撃を受けたら町を守ることができないんですせっかくバビロンから帰還してエルサレムに帰ったんだけれども現状はこんなもんだよ といいう話を聞いたんですその時によきリーダーはどういう反応を示すのか良きリーダーの資質は痛みの中にある人たちの立場に自分を置けるっていうことですね。インテリである条件っていうのは皆さんは何だと思う インテリっていうのはクイズででどんな問題でも答えられる人がインテリだとは思わないインテリっていうのは苦しんでいる人の立場に自分を置いて物事を発想できる人がインテリです。と私は思います。だから今世界の政治的リーダーに最も必要なのはそういった意味でのインテリジェンスです。 相手が何を考え何を悲しみ何を痛みと思っているかという発想がなければ世界を導くリーダーにはなれません。ネヘミアはそういう資質は非常に優れたものを持っていたというのはそのニュースを聞いて彼は深い悲しみに陥ったんです。 単に自分の同胞が悲しんでいるというだけの話ではなくて神の皆があざけられていいるという悲しみです。私は日本に置かれているクリスチャンが最も感じるべき悲しみはこの国では聖書が軽視され 天地創造の神の皆が見下されイエス・キリストの十字架が失敗作のように考えられているという事実に最も深い悲しみを覚えるべきであると思います。ネヘミヤは深い悲しみを感じそして断食を しながら数日祈ったんですねということは先ほどから繰り返し言っている彼は宮廷での快適な生活を拒否し自らを帰還民の立場に置いたんです彼は数日におよび祈るんですけれども祈りの内容が記されています私はこう祈ったってあるんです内容は利己的なものではない 私のこの仕事を祝してくださいとか、そういう話ではない。彼は何よりも神の技が前進するように願っています。まず、神の偉大さを認め、神がいかに偉大な方であるかを告白しています。これが全ての祈りのパターンです、ね、まず、神の偉大さを称える。それから、 イスラエルの民の罪の告白ですね。彼は祈りの中で、私はと言い、また私たちはと言います。つまり、私、私たち、両方の言い方を使いながら、イスラエルの民の罪を告白し、自分もその一部であるというふうに言っているんですね。そして、イスラエルに行く。 エルサレムに行ってもいいという許可を王から得られるようにと願っていますね。王からの許可がないとエルサレムに行けないわけですから、それを願っていますね。ここは、ネヘミアがすごいところは彼は自ら王に言ってないんです。もちろん立場上ね、彼がそういうことを願える立場にあったのかどうかわかりません。ただ、彼は神の御心であれば、 神が王を動かしてくださるであろうで、王から許可が得られるようにという祈りをします。で、その祈りが。答えられて王からの許可が出るんだけど、祈り始めて許可が出るまで4ヶ月かかってます。その間彼は沈黙してます。で、王からの質問があるんですね。おいネヘミヤ。お前この頃顔色が優れんがどうしたんだ？だ そのことをきっかけに、つまり祈ってるからね。あ、これは神様が働いてくださったんだ。それで状況説明をして、エルサレムに一時帰還をしたい。王がどれぐらいの期間かかるか、はい、これぐらいでいけると思います。じゃあ行ってこいって許可をもらうんですね。その時に、モネヘミアは4ヶ月祈ってますからね。プランもちゃんと立ってるんです。行った時に、 川向こうの総督たち、総督っていうのはペルシャ帝国の官僚ですね。その総督たちへの手紙を推薦状くださいと。また、上域を建設するのに材木も必要だから、王に属する園、王の園の番人、アサフへの手紙もくださいと。そこで材木を提供してもらえるようにしてほしいと。王が、じゃあ行ってきていい。つまり王はネーミアを本当に信頼していたんです。 そして、エルサレムを再建することは逆に、ペルシャ帝国の辺境の死の守りにも役立つという判断もあったんでしょうね。言っていいよ。その時にネヘミアは何て言ってるか。私が祈ったから、私が考えたからこれができたんだって言ってないんです。王の許可が出たのは全部神の恵みだ、た。彼は言ってるんですね。これが、 もうすでにこの段階でネヘミアのリーダーシップが素晴らしく輝き出てますね。それからエルサレムに帰るんですから帰るんですけれども当時のことですからねエルサレムに帰るのにおよそ2ヶ月かかってます。からエルサレムの惨状を聞いて4ヶ月それから王の許可を得て2ヶ月つまり半年後にエルサレムに帰ったんですね。 彼はエルサレムに帰って何をしたのか、この準備期間の最後の仕上げね、これまだ1だよ。準備期間だよ。夜間の城壁の調査。これ。エレミアの、ごめんなさい、ネヘミアの城壁の調査って有名なんだよ、これ、聖書の中でも。彼は、ロバにまたがって城壁がどうなってるのか、一人で夜、 調査に行きます。つまり現状認識が重要です。これもリーダーの資質ですね。現状を知らなければ計画を立てることができない。で、現状認識をもとに綿密な計画を立てます。まだ人々に言ってない。軽々しく計画を口にしない。きっちり出来上がって初めて計画の発表です。 そして「さあやろう!」と言ったときに民は応答するんです私はこういうふうに調査しこういうふうに計画を立った絶対にできるからさあやろうと言ったときに2番目民の参加がそこから始まるんですこの民の参加のところで ネヘミヤ記を読んで教えられるのは彼は各人に具体的な任務を割り当てたっていうことですだから読んでみると「誰々の次に」とか「その後に」という表現が28回も出てくるんですねつまり城壁の建設を何となくみんなでやろうって言ったんじゃなくてこっからここはあんたその後であんたその後であんたその次はあんたその次は 誰々というふうに、具体的に役割分担を示していったんです。さらに、知恵があるね。それぞれの居住地に近い場所に仕事場を設けてあげたんです。だから、あなたはどこに住んでるじゃあ、ここねって言って、とっても近いところ。というのは、家が近いから、心情的な関わりが出てくるでしょう城壁。上壁うん上壁作るのじゃなくて、 自分の家を守るための城壁だ。それから長距離移動しなくてもいいから時間の無駄が省けるね。さらに家に近いということは家族を守ろうとするから敵が攻めてきても容易に持ち場を放棄しないで戦いながら建てることができるでしょ。だから工事そのものがそれぞれが自分の家族を 守ろうとする全体プロジェクトに昇華されていってるわけですね。これはやっぱり全ての組織のリーダーが学ぶべきことだね、教会はどうでしょうか、教会に与えられている神様の豊かな賜物の、これ一人一人信者のことだよ、その一人一人が自分が果たすべき役割を果たせるポジションにつけられているでしょうか。 時々ねクリスチャン教会に集っている有能なたまものを持った人々を埋蔵された宝という言い方があるんですね埋まってるんだよね埋まってるという感覚ないですかああそういえば私は埋まってるなてそろそろ掘り出されてあなたが建てるべき城壁の仕事にスタート したらどうですかそれからエルサレム郊外に住む者たちも仕事が与えられたんですがそれはどういう場所かというとエルサレムの住民が工事を行うのが難しいような場所つまり距離が遠いとかねそういうところにエルサレムの住民以外の人がついたわけですね。あるいは職業別に 仕事場が割り当たることもあったつまり例えばレビ族だと神殿に関係したような近くの城壁を与えるというようなやり方でそれぞれがなんとなく心情的に距離があるんじゃなくて私のためにこれをやってるんだと思えるような場所に着いたっていうことです。これが民の参加です。さあ、 そうするると何が起こるか主従の妨害ですまあある人がねすごく神様のために心躍るようなプロジェクトを考えてそれを始めようとした時に途端にね気持ちが重くなっちゃってがっかりしていろんな妨害がやってきたんですねついこの間の話なんですこれ。そそれでその人と話をして あまりにもがっかりしてるからねなんかやる意欲がなくなってきたみたいな話だからそうね妨害が来るっていうことはそれは素晴らしい祝福だよって言ったんですね。妨害ががが来るるっっててのは悪魔がそれを嫌がってるんですということはあなたがしようとしていることがいかに素晴らしいかを悪魔は知ってるんですいう話をしてねまあ食事しながら。 30分ぐららい話ししたた帰るににはもうすっっかり元気になってましたね僕らは神様のお仕事をしていれば逆風は吹かないなんてそういう非現実的なことを考えちゃダメですよ。それが崇高であればあるほどいろんな妨害がきますよ。でネヘミヤはその数々の妨害を乗り越えながら城壁を 建設したたんんです私たちも同じことなんだよ今神様にお仕えしている神に従っているのを何で逆風が吹くんだろうかと思っている方考え直してくださいそれは良いことなんです誰かが嫌がっている誰かがそれを恐れているんです誰であるかっていうのは分かりますね悪魔ですよどういう妨害が来たのか最初に来たのがあざけりですあざけり もうすごい言葉お前らが作るような城壁は上,が上にね狐が1匹走っただけで崩れちゃうよみたいなねそういうあざけりの言葉これはね結構心にくるよねもうあざけられた経験がある方わかるでしょやっぱり自分のことを見下して言葉で傷つけたっていうのは本当にやる気なくすよね それがうまくいかないと今度、暴力です。暴力で脅迫してくる。それから、三つ目が、落胆ですね。がっかりさせる。みんな経験あるじゃないあざけり、暴力、落胆。次が、恐れ。恐れを与える。五番目、利己的要求。これは内部から利己的要求が起こってくるんだよね。 6番目、これは詐欺師みたいにね騙してくるわけです。7番目中傷まあざけりと似てますが中傷。最後命を奪うような脅迫ですね。もう一回言ってみるとあざけりがある暴力がある落胆がある恐れがある利己的要求がある狡猾がある中傷がある脅迫がある。 これね、一つ一つ取り上げて解説したら、二三時間かかりますよ。でも、今言った8つの言葉の中で、私の辞書にはこの言葉はない。何言ってるかさっぱりわかんないということはありましたかみんな、私たちは神様の働きしようと思ったら、こういう中を通過するんです。けれども、リーダーシップを発揮すると、城壁は、 完成すするんです城壁何日でできたと思うあるいは何ヶ月でできたと思う民の参加があって種事の妨害があって急ピッチで工事をするんだよねというのは早くしないと城壁を作ってるというのは分かると今のうちに攻めちゃえって言うんで来るかもしれないからだからある場合は武器を持ちながら急ピッチで工事してるんだけど何日で城壁ができたと思う 城壁は52日で完成しています52日ですよ。そしてさっき王に4ヶ月言わなかったそれからいろいろ準備して2ヶ月かかってエルサレムに来たってその後準備があり工事着手しましたが大ざっぱに言うとネヘミアが最初にエルサレムの山上を知ってから約1年弱で修復工事が全部完了です。 城壁が完成したという知らせは、ユダヤ人の敵たちを驚かせました。彼らをがっかりさせたんですね。主の見業が進むときにそれを聞いてがっかりするのは神の敵です。そして彼らは背後にイスラエルの神がおられることを認めざるを得なかったんです。だから神の栄光が現れたということです。 ここまでで城壁の再建が終わりました。この後、民の生活の再建ですね。これを見ていきましょう。まず、民の登録ですね。これは人口調査をして、誰がどこに住むかを決めていくわけですが、ネーミアはエルサルブの町が城壁で囲まれて立派な町になった。しかしまだそこには 人口が満ちていないわけですね。だからこの町を純粋なユダヤ人の血統の者たちによって満たそうとしたんですね。それは純粋な信仰を持っている人が住む町にしようとしたわけですね。その時に昔の経図が発見されたんです。これはエズラ記二章に出てくる経図ですが、おそらく神殿に保管されていたんだと思いますね。ですから、ゼルバベルや 他の指導者たちと共に帰還した人たちの経図が発見されたんです。ゼルバブルという第一次帰還の時の経図ですね。約100年前の経図が発見された。で、その経図に基づいて自分がどこに住むか、自分の先祖たちがどこに住んだかというのが分かったわけですから、それを元にして、そして誰がどこに住むかを決めていった。で、こっから わかるのは彼が期待しているのは霊的覚醒ですけど霊的覚醒はいいですか最も基本的な事項を整えることから始まるということつまりエルサレムはユダヤ人の町であるそれゆえユダヤ人がそこに住み主を礼拝する民で満たすことこれが霊的覚醒が起こる最も基本的な条件であるということを彼は 知っていたわけですね。その次に何をやったのか、律法の朗読ですね。城壁が完成して生活が、生活の安全が守られた時に、イスラエルの民は、エズラから律法を学ぶことを渇望したんです。渇望したんです。そこで彼らは、エズラから律法を の朗読解き明かしを聞くくために集まってくるんです自分たちの町々を出て聖書によれば水の門の前の広場に集まっていたこれはおそらく神殿の東側の広場でしょうね。いつ集まったかラッパの祭りの日です。これは宗教的カレンダーでは新年にあたりますね。ラッパのの祭りの日に集まった 第七の月の一日なんです。だから、今のカレンダーでいうと、一月一日、元旦に神の言葉を聞くために集まったというようなもんですね。ラッパの祭りの話はレ23、レビ記二十三の二十四、レビ記二十三の二十四、民数記二十九の位に書かれてあります。そして、エズラが朗読します。立法の書、モーセの五章を朗読して。 若い者も年老いた者も老弱男女が耳を傾けたそれが夜明けから真昼まで続いたっていうんですそしてそれを聞いた人たちがそれを理解したんですそれまで彼らは仮用の祭りを忘れていたんです立法の朗読を聞いて「あれ ?2 週間後に仮用の祭りだやろうやろう」って仮用の祭りを実行したんだけど いいつ以来やっていなかっ,たかってなかかたヨシュアの時代以来やってなかったんですそれを立法の朗読を聞いて彼らは理解して行ったんですその後律立法を理解したからいかに自分たちが的外れだったか罪の告白と契約の締結ですね悔い改め罪を告白しもう一度神様と契約を結ぼう 食い改め。ね、リオの祭りは第七の月の22日に終わったんですが、1日おいて24日にまた集まってきたんですね。これ、8日間祭りをした後、また集まってきたんですね。で、目的は何かというと、今度は祭りを祝うためではなくて、自分たちの罪と先祖の咎を告白するために集まってきたんですね。彼らは食い改めの表現としていくつかのことをしてます。 断食です荒布をかぶる荒布っていうのはゴワゴワした布ですねだいたい親木の毛を毛で編んだ布でゴワゴワしてますね普通着て着心地のいいものではないんですね頭に土をかぶった断食をし荒布をかぶり頭に土をかけるそうやって悔い改めを表現したんですね。集まってきたたユダヤ人たちは全員が 外国人の妻との離縁を実行した人たちつまり神に忠実に歩みたいと思った人たちです今日メッセージを始めて何分ぐらい経ってますかね皆さん座って聞いていらっしゃいますがこの日ユダヤ人たちは立ったままで聞いていたんです昼の間約三時間聞いていたんです 今日僕も二時間半ぐらいやろうと思ってるんですね。まだ四十五分ぐらいです。でしょうね。きっとね。そして。契約の締結ですが。それはね、ノートつけてる方、後で確かめてね。ネヘミヤ九の五から十の三十九。ネヘミヤ九の五から十の三十九。これは。 古代中近東の総主権契約の形式で書かれています。まず契約の全文が読まれます。これが九章五節から六節。次に歴史の解雇があります。九章七節から三十七。そして三番目契約の承認があります。九章九の三十八から十の二十九。 9の38から10の29そして最後に契約条項の確認がありますこれが10の30から39この契約が結ばれて後城壁の奉見式が行われたんですね晴れがましい日だったと思いますね聖火隊が大声で城壁の上を 行進しながら主をた,た,えたって言うんですねだって狐一匹走ったら崩れるぞって言われてたからだからたくさん狐を乗せて歩かしたわけですよね。狐じゃないね生歌隊を乗せて歩かしたわけですね。さあこれがね概略なんです。から細部を省いて説明してもこれだけ複雑になるんですね。たただ今日私たちが 感じて帰りたいののはネヘミアのリーダーダシップですちょっと見てください。はいネヘミアのリーダーシップ5つ挙げていますが1番からご一緒にお読みくださいますか1番はい「使命感」「2番「優先順位」「3番」「達成可能なゴール」「4番」「祈り」「5番」「神の関与の確信」これですね一つ一つ取り上げていきましょうあと10分ぐらいでメッセージは終わります。 1一番目「使命感大事だね使命感」もしね使命感のないリーダーがいたらどうなりますかね先生どうやって牧師になろうと思ったんですかいや進学校へ行かないかって誰かが言ったからまあ行ったんだけど進学校卒業してどうやって牧師になろうとしたんですか いや、他にやることもなかったしね。そういう人の後ついていきたくないよね。その人が、私は神からこの使命を受けて立ち上がるんだという使命意識がない限りは、人々は動きません。本気でなければ、本気度がなければ動かない。で、この本気度っていうのは、 いいですか本気度っていうのは人間が作れるもんじゃないというのはごまかして本気度があるように見せていてもね10年間うまくいっても11年目にポロッと何かが出た途端に10年は崩れるんですだから本気度使命意識を持ってるっていことはリーダーとしては最も重要な資質ですね。ネヘミヤは エルサレムの城壁の修復は町の防御を考えると緊急の課題だ。そしてそれを達成するのが自分の使命だと考えたんです。なぜ自分の使命だと思ったのかそれは彼が置かれている立場です。彼はペルシャ帝国の高官だったんです。 そのポジションから言うと自分以外にこれができる人はいない。だからお互い私たちもあることに関して使命意識を持つときには自分の人生の文脈というのは非常に重要ですね。さらに自分が置かれている地位や立場を考える必要があるね。それらを文脈の中で考えて初めて使命意識、 正しいい式というのは出てくるんです。僕が音楽伝道者として立とうっていくら確信持っても誰も信用しないでしょう。どうしうかというと音楽伝道に召されてないもん。もし召されてるとしたらもっともっと音楽的な環境の中で僕は育ったはずでしょう。そうじゃなかったんだよ。幾のくで育ったんだよ。 ということは、雑草のような伝道者になるっていうことだよ。幾くのくいいとこだよ。一人一人に神様は問いかけてらっしゃいますね。自分の人生の文脈や今置かれている立場から考えると、私は何をすることが自分の使命なのか。二つ目、優先順位を明確にしたんです、彼は。彼はね、 生活のいろんなことよりは、まず上壁を立てる。それから生活なんだ。で、生活のことに入ると、まず立法なんだ。そして神との契約なんだ。そして生活が整えられていくというね、もうプログラムがあるわけですよ。優先順位を明確に語るリーダーっていうのは、今求められています。今、日本の政治の中で何が一番 優先すすべきことですかリーダーが正しい優先順位を示すとフォロワーは知恵と力を得ますポイントは自分ではなく神を第一とするということです神を第一として優先順位を考えていくと日々の生活の中に新しい可能性が開けてきます3番目 理性的で達成可能なゴールを設定した。理性的で達成可能なゴールを設定した。リーダーは夢物語のようなゴールを設定してはならない。非現実的なゴールは信仰的に聞こえるがフォロワーを落胆させる。 今まで聞いてきた清めのメッセージの中で、聞いた後落胆して変えるメッセージがどれぐらいあったか、私の経験でもありますね。非現実的だよ。清められたら、これっぽっちも罪を犯すことがなくなるなんていうような話は、非現実的でありえない。現実的ゴールってのは何なのか、それは僕は冒頭で中学校の担任の話したよね。 平均点が、クラスの平均点が80点の時に、平均点99点取ろう。君たち取れるよって言ったら誰も信用しない。だから83点今度行こうかって言ったら、頑張ろうって気になるんだよ。人間の努力の範囲でゴール設定をするんじゃなくて、人間の努力プラス信仰で達成できそうなゴールを設定をするっていうことです。から 人間の努力を無視して信仰さえあればこれができるというのは非現実的ですね。人間の努力だけで考えていると信仰が働く余地がないんです。これリーダーは理性的で達成可能なゴールを設定するということ非常に大事ですね。4番目これはクリスチャンだから言えること重要な局面で祈りを重視したということです。これは 聖書的リーダーシップの本質ですね。ネヘミアのリーダーシップの特徴は、重要な局面での祈りの重視です。そうなると、人間の努力プラス信仰っていうこと、さっき言ったけど、それが動き出すんだよ。いいですか。車の両輪のように人間の努力と信仰が合体して動き出す、そのエンジンになっている部分が祈りです。 先ほど申し上げたように、ゴールが崇高なものであればあるほど敵の妨害が激しくなるんです。だからそれだけ祈りによって前進する必要があるということです。5番目。神がこの計画、このプロジェクトに関与しておられるということを民に確信させるということです。このリーダーが言ってるこれは、彼が利己的に言ってるんじゃなくて、 神が関与しておられる。だから、このプロジェクトに参加することは、神の見業に参加することであると確信させること。これが、リーダーとして大事なことです。様々な試練が来るでしょう。その中でリーダーがなすべき最高の責務は何かというと、フォロワーを励ますことです。つまり、イメージとして、リーダーの傘の下に、たくさんの人が、 囲われてるイメージではなくて、神様がおられて、一人一人がそこに向かっていってる、その脇でリーダーが彼らを励まして、見失いそうになるときに、神がここに関わっておられるよと励ましていくこと。それは、こうすれば成功するというような成功への方程式を語ることとは次元が違う。成功への方程式は、それは、 いくら知恵があっても、その人自身、そのリーダー自身が経験してきた範囲を超えることはない。しかし、神が関与しておられることを確信させるときに、本当にそうだと思ったときに、一人一人の心に何かが起こり始めるんです。百人いれば百通りの変化が起こるんです。 フォロワーの心が変われば行動が変わり結果的に状況が変わるんです。だからそれはリーダーが成功の方程式を語るよりははるかに多面的に神ご自身の働きが前進していくっていうことです。私たちハーベスタイムは聖書研究から日本の霊的覚醒がって言ってます。どうすれば霊的覚醒が起こるかという方程式を語ってんじゃなくて 聖書研究をすれば、そして神のご計画や神の素晴らしさが分かったら、あなた変わるよ。あなたが変わったら神との関係で何をしたいかということが変わるよ。そしたら状況が変わるよ。そのプラスした創計のエネルギーっていうのはいかなるものであるかという。こと急数的エネルギーがそこに生まれてくるわけですね。願わくは、 ネヘミヤが発揮したこのようなリーダーシップから私自身が学び私が今度は人々を導けるような良いリーダーになれるようにですね私の前を走ってくださったさまざまな良きリーダーのことを思い浮かべながら今度は自分がその立場にならせていただこう祈ろうじゃありませんか。お祈りします。 天の父なる神様今日ネヘミヤのリーダーシップから多くの気づきヒントを与えられましたありがとうございます今日学んだ具体的な事例特に彼が理性的で達成可能なゴールを設定したということや 重要な局面で祈りを重視したというようなことなどしっかりと心に留めてそれを実践に生かしていくことができますように導いてください私の助言私の行動私の信仰によって良い影響を受ける多くの人々のことを思い出しそれぞれがあなたの前に 使命感を確認することができますように導いてください感謝してイエス様の皆によっお祈りしますアーメンご一緒に祈りましょうメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございます また、最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。